日本語がお上手ですね。どのぐらい勉強していますか ?3 ヶ月ぐらい。でもまだダメです。ひらがなとカタカナが読めます。しかし漢字がまだ読めません。書くことができますかできますが、きれいな字が書けません。漢字の書き方は難しいですね。 私たちはきれいに書けるまで学校でずっと勉強しました。毎日何回も書く練習をしましたよ。会話はどうですか日本人と話せますか話すことができますが、日本人の話はあまりわかりません。どうしてですか日本人は丁寧な言葉をたくさん使っているからです。敬語ですか 外国人には一番わかりにくいでしょう。私たちにも使い方が難しいです。最近の若者は敬語ができなくて困っています。明日うちで練習をしましょう。ありがとうございます。ところでロバノフさんは一人で地下鉄に乗れますか乗れると思います。道に迷わないでうちへ来てください。